ロイドもいいの？いや、別のゲストがまだ先あるんで、ちょっと慎吾さん出るとちょっと変な感じになっちゃう。いや、今日あの対外試合ということで、藤森慎吾さんの YouTube に遊びに来たんですけど、ちょっとね、やってることが全然俺の違いすぎてちょっとがっかりしてるぐらいです。ちょっとまあまあ頑張ってやっていきたいと思います。あとやっぱここのね、アトモスさんを借りれるってことで、やっぱうちのチャンネルとのやっぱその資金力の違いといいますか、パワーがね。俺は出てる。あ、ちょ、すいません、これ今入られると別の、入られるとね。いや、別のゲストがまだ先あるんで、ちょっと慎吾さん出るとちょっと変な感じになっちゃうんで、一旦ちょっと出てもらって。いや、ちょっと意味が分かんない。コラボじゃないの？いや、コラボなんですけど、声だけで、ギリギリ声だけは OK なんで。あ、やばいよ、それ炎上するよ。いや、コラボっつってこれ、声だけとか炎上するやつだよ。いやいや、違うんですよ。出ちゃうと、ややこしいんですよ。はい、何が？いや、今ね、まず段階踏まなきゃいけないんですよ。はい。そのね、ごめんなさい、こっちの都合で。まず指原出して、不破出して、うん、そこから慎吾さんなんですよ。いや、弱いだろ、俺その後。いや、違う、そんなことないですよ。順番が今、なんだったら、お前、俺一番先がいいよ、お前、そんな、指原、フワちゃん。いや、これね、下りやっちゃったんですよ、この二人が。下りっていうか、その、約束しちゃったんで。何の？そうそう、この人数で出てくれや、みたいなノリやったら、もう。通常会でいいじゃん、俺。通常会で、だせっかく、それはもう向こう側から言われてるんですよ、スタッフ側から。は？藤森さんもちゃんとその。いやいや、怖いよ、俺そんな記念に出てて、全然なんか、いや、ちょっと入る分にはもう最悪モザイクかけるんで。で、その。なんでモザイクかけるの？いやいや、モザイク、もうこれ別にいいです。今、もう隠れてるんで、全然。変なチャンネルだね、なんかね。変なことやってるね、これは。変なことじゃ。モザイクかかってるんですか？そうです。でもモザイクか、うちのスタッフが描いたイラストで今隠れてます。さすが。はい、センスが売りの子孫のさすがですね。じゃあそういうことじゃないですよ、本当に、うん、一応あるんです、流れがね、仕事すいません。で、何ですか今日のコラボの理由は。いや、ちょっとチャンネルをね、はい、やっぱ知ってもらいたいっていうのもあるんで、はい、私も一応やってるよということで、はいはいはい、でずっと言ったらもう13、4年、うん、まあ、子孫になってからもうほぼずっと一緒にいますから、慎吾さんとは。まあそうだね。で、出てもらわないのもおかしいなっていう話で出ていただきたいっていう、うん、ちょっとこういうややこしいことになっちゃったら、ややこしいよ。だって俺がこう靴買いに来た現場でそのまま撮ってるじゃん。そうです、その流れでね。見たかったの、俺の現場。そう、見たかった。それも本当になんか収穫あった。収穫しかないです。まずここ借りれるっていうのがうちと全く違うでしょ、その資金力というか。いや、そんな別に特別なことじゃん。本当にあのお願いをしてるアトモスさんが受けてくださるということで、別に特別力があるとかそういうことじゃないんで。カメラマンの小力君もね、はい、うちのスタッフ2人見せてやって、その野良犬みたいな格好しますよ。勝手にね、それは。いや、だからカメラもこういうね、GoPro みたいなとか、こう、勝手についてくるやつでしょ、こう、動きに合わせてみたいな、うん、ああいう。うちはもうあれですもん、あの、作家の子の、あの、嫁さんのお父さんが、孫撮るために買ったホームビデオで出るんですよ、ね。なるほどね。まあ、ずっとモザイクかかってんの？かかってます、すいません、それは。いや、でも外れるわ。編集大変だろ。いや、いいです、いいです、簡単です、ペッて貼るだけですから。なあ。それ何すんのね、こっちのチャンネルは。何するんですか？は？いや、だから慎吾さんと行こうと、いや、撮るんですよ、だから。何が？もう俺の動画撮り終えてるから。違う、俺の方で普通にやって。何をするの？いや、だからスニーカー俺に買ってくれるでしょ？いや、だからいいのがあればね。はい。スニーカーよりこっちのフィギュアの方がちょっと。やばいことになって、やばいこと言っちゃっても気づいてる、さっきから。先輩に対して。本当にやばいよ。俺、可愛いなと思ってます、正直。これ？はい、これサイズあるんですか ?29 センチ。ないっすよね。あ、色こっちにしてもいいですか？すいません。なあ、俺ね、しのぶのチャンネル見てるけどね、あ、文句多いよ。あ、よくないよ、本当に。ゲーミングチェアみたいに座ってさ、いつもブツ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 。だよ、俺や。俺やりたくねえよ、女は。しのぶ面白いんだからさ。いやいや、面白いこと突き詰めてやったらいいんだよ。いやですよ。やりたいことやりたいです、俺は。本当に。かっこいいやつやりたかったんですよ。かっこいいやつやりたい。はい、全然、そんな感じに見えないよ。あの、香水のやつとかもふざけてたよ、ただ。あ、やらされてるんですもん。香水って、普通出したら、100万回いきますよ。俺とは1万回いってないですから。世界で一番再生回数がいってない香水だった。笑っちゃいけないけどもね。うん。俺はやりたいことあったんですよ。まあまあ本当に時期が時期でコロナとか始まっちゃったり、やれることは限られちゃったんで、はい、今こうなってるだけであって、今後はちゃんと自分のやりたいことやっていきますんで。何をやりたい？それが最近もう分かんなくなっちゃった。いやいや。何やりたいって言われてぼんやりしちゃってて。ダメよ。映画撮りたいってなっちゃうから。全然いいじゃん。だから映画撮るためにこのチャンネルをでっかくしていくとか。ああ、それいいな。そうやったら応援したいっていう人も集まるわけですよ。え、あれ靴ありました？サイズが。サイズがないです。
ということで、コラボ以上、コラボ以上で。いやおかしいじゃん。何ですか？先に出すの？そうそうそう。サシハラとかで。サシハラとか不安のやつがまだ取れてないのに、慎吾さんに先出させてもらうんですよ。だからモザイクかかっちゃってるんです。ただこのもうその後に差し払うと不安なやつがかける理由が分かんないんだ。いや、ややこしくなるから、先輩に筋通してるんですよ。もっとややこしいの、見てる人はわけ分かんないから、なんでモザイクかかってる。右足で大丈夫。あ、大丈夫です、それ。だから、シーンもさ、めちゃくちゃいいじゃないですか。ぴったり。あ、似合う。でも、その色もいい。え、めちゃめちゃ似合う。あ、いいじゃないですか。めちゃめちゃ似合います。本当ですか？これかっこいいっすね。これいいっすね。28。あ、こっちの方が大きいですね。あ、こっちの確かに余裕がこっちの方がある。27。これ、あー、いいっすね。なん、いい。いいね。このやっぱ焦ってる感じいいっすね。ちょっとパープルっぽい。色合わせしてる感じいいっすね。これか。これでいいかな。それは。は？なんで？おせん、そしたら次から俺もここ使わせてもらえるかなと思って。いや、そういうことじゃないから。別に買ったら使わせてくれるとかそういうことじゃないから。違うんですか？言ったら使わせてくれるよ。言ってください。本当ですか？言ってください。ああ、でも、こいつのチャンネルすぐモザイクかけますよ。お店にもかける可能性ありますよ。確かに。じゃあ、これね。いや、ちょっと待ってください。いいんすか？逆に。単純プレゼント。いいんすか？だいぶ今年安くそこ済ませますね。もうやばいよ、本当に。本当に。俺はいいけど、お前が損しかしないよ、そんなこと言って。いいんすか、マジで。どうぞ。わ、嬉しい。あざます。はい。じゃあ、これでお願いします。ありがとうございます。履いてきたいですね。履いて帰りたくなるぐらい。履いて帰ってくる。あ、これでよかったです、ちょうど。はい、8で。これの上ってあるんですか？